備中神楽は古来より神様に奉納する神事として回れていましたが、西林国境により芸能を取り入れた園芸性の高い神代神楽として完成され、現在も郷土芸能として人々に親しまれています。私はこの日、日本に来て初めて備中神楽を見ました。舞手の息がぴったりと合った猿田彦の舞、福の種をもらおうと多くの人が集まっていた大国主の命の舞、ユモアにあふれる稲子萩の命と太鼓奏者との漫才のような掛け合い、神楽の迫力や面白さに惹かれ見入ってしまいました。今回の高橋シルブペのテーマは備中神楽、伝統継承し子どもたちの育成にも力を入れている安倍社の皆さんを訪ねてみたいと思います。落合町原田の道場で練習を重ねる安倍社の皆さん、神楽太夫は5人、未来の神楽太夫を目指して練習を重ねる子どもは7人います。安倍社の練習は週に1回、私がお邪魔した日も皆さん真剣に神楽の練習をされていました。今回は安倍社の竹丸さん、上山さん、西さんにお話を伺ってみました。神楽を待っている時は、皆さんは、神様への奉納の儀式、まあ、として待ってるか、それとも、お客さんを、まあ、楽しませるために待ってますか？神楽の神が楽しむと書いて神楽になりますが、神とこうそこへおられる皆さんと一体となって皆さんが喜んでくださったら神様も喜ぶということで、はい、そんな風に思ってるんですけど、大体なんか守るだけ、なんか神楽を守るだけではなくて新しい内容を作る、チャンスもありますか？舞とかその歌蔵セリフというんですか、決まっていることはあるんですけど、それを新たに作るとかそういうことはやっぱりできないんですよ。なぜかというと、やはり国指定を受けている、変えてはならんもうっていうところがあるんで、決まったところはあるんですけど、お笑いの要素を兼ね備えているその神様もあるんですよ。それがその稲子萩って言われたのと松野さん、酒を作る時の、だからその二演目に関して言えば、その現代語を使ったりであるとか、そうですね、最近の時事のニュースを話してみたりとか、っていうちょっと言い方はちょっと悪いですけど、箸休めじゃないですけど、ずっとこの緊迫した鬼退治みたいな迫力のあるのをずっと見るのもいいんですけど、ちょっとそこでお笑い、笑いの要素を入れてこう楽しま、なんていうんですかね、ストーリーをこう全体的にこう楽しませるためにまあ入れられたのかなって僕らも思う感じですよね。なるほど、なるほど。後継者がないっていう、心配が、ありますか？はい、神楽というものはやはり舞うものも僕らも迷うんですけど、あと継ぐもの、まあ今このまま神楽をあと継いでくれるものがいなければ備中神楽が栄えないわけです。で、今もう子ども神楽というふうなことを先輩たちが教えて、そういうふうにもう備中神楽を備中神楽というものを残すために一生懸命にやっておる次第でございます。そうですか。そうです。神楽について学ぶことのできるとても貴重な時間でした。でも実は収録中ずっと我慢していたんですが、
慣れない正座で足がしびれてしまいました。みんなに気づかれないように必死に隠したんですが、すぐにバレてしまいました。好奇心旺盛な私はもちろん今回も挑戦しますよ。でもビッチュカグラはすぐに舞えるようになるものではないので、ほんの少しだけ教えてもらいました。ここの手首だけ、手首だけ、手首だけ、だからこういう八の字を書く、ここが八の字をこう書くようなイメージ。あー、オッケー、うん、あー、いいね、いいね、いいね。それでこう来た時に最後に握るっていう、こう来といて最後に握る、もういいね。取る状態から、まあ、左手を守る、左手足と左手が一緒で、右手右足が一緒、こういって、ここで止めとくね。で、キュッ、江戸中心、江戸中心。バレるこれ。行くで、はい、行くで、せーの。え、ついてきて、江戸ついてきて、江戸江戸ついてきて。はい。はい。はい、回る、江戸、江戸を中心に回る、はい。はい、お、はい、はい、いやーい、はい、カメラ見て、カメラ見て、カメラ見て、いいね、いいね、いいね。さあ帰るよ。やい。最後エド一人。やっぱりもっともっと練習せんと上手にならんな。では。最後にフランス語講座です。皆さん、今日は江戸のフランス語講座の2回目です。今日も挨拶を一緒にもうちょっと勉強しましょう。じゃあまずはコメンタリブっていう表現を勉強しましょう。意味的にはご機嫌いかがですか、またはお元気ですかっていうことです。発音は comment allez-vous、まあ最後にちょっと調子を上げてください。 comment allez-vous、 そういうことを聞かれたら次は je vais bien merci et vous と答えます。意味ははい、元気です。ありがとう。あなたは？同じように最後に、調子を上げることになります。発音は Je vais bien. Merci. Et vous? まあ、最後に Et vous? と聞かれたらもちろん、まあ、はい、元気ですということをを答えると思いますから、Je vais bien, merci. でも、Et vous をまた聞いたら、無限のループが始まりますから、ぜひ、やめてください。皆さん、覚えてくださいね。バイバイ。